はい、おはこんばんちは。またまた来ましたんでね、電気料金お支払いの、ね、何回来んねん話ね、このやつね。これ関西電力電話しとるやろっちゅう話でね、ちょっと名前っちゅうか住所やね。毎度ありがとう。先日お約束いただきました。先日お約束いただきました。で、先日お約束電話したあれやろね。先日電気料金お支払いのお願い、毎度ありがとうございます。先日お約束いただきました。2年2月分から3月分の電気料金につきまして、5月10日までにお支払いいただきますようお願い申し上げます。お支払いがない場合は翌日以降送電を停止いたしますのでご注意ください。これ電話したんやけどね、要はこの5月1日まで5月1日まで伸ばしてもらった分を5月10日までに払ってくれいうことやってね。けどこれ電話で6月1日までに伸ばしとるんでね、っていうことやねんけど、っていうか2月分から3月分って3月分なんか言うてへんしみたいな。ほんまにほんまやね。っていうかまあええねんけど、っていうかね、私らみたいにこんなんちょっと半分いじびってやってるやつはいいんやけどね、そのほんまに払われん人なんかいっぱいいてますやん。これ仕事ないんやから、ほんまに払われん人ほんま恐怖ですよ。もうこんだけ止めるで言うてね、待つでとかなんか言ったりなんかいろいろ聞かれたり、ほんまにね、まあ、恐怖でしかないと思いますわ。ほんまに電気代払われへんってね、ほんま気の毒やで。ほんまにちゃんとこういうのやったらんとあかんと思うね。ほんまにせめてこういうことは守ったりよね。ほんまに生きていかれへんよ。ほんまお給料ないんやから、ほんまに。てなことで、はい、以上魚屋のおっさんでした。失礼します。チャンネル登録お願いします。